新潟と韓国との交流を深めるイベントが開かれ、それぞれの伝統的な打楽器が共演を果たしました。佐渡の金山の世界遺産登録をめぐり、一時関係が冷え込んだ日本と韓国、どんなイベントになったのでしょうか。昨日、新潟市で開かれたハンガウィー祭り。文化を通じて新潟と韓国の交流を深めようと毎年開かれています。太鼓で共演したのが佐渡を拠点とする鼓童と韓国の演奏家です。新潟と韓国、世界文化遺産への登録が決まった佐渡の金山をめぐり、朝鮮半島出身者の強制労働があったとして韓国側が一時反発、関係が冷え込んだ時期もありました。そうした中、昨日韓国のパク・チョルヒ駐日大使が県庁を訪れ、花角知事と面会しました。新潟はやっぱり米がいいでしょ、酒がいいでしょ、温泉もいいでしょ。プライベートでは何度も新潟を訪れているというパク大使。この頃の日韓関係を見ると、20代と30代はあんまり違和感なしで普通に行ったりしてですね、普通に行ってるし、はい、普通に両方の文化を受け入れて、それは非常に。佐渡の金山についてもやり取りがあり、パク大使は朝鮮半島出身者を含む全ての労働者の追悼式の早期の開催に向けて、自治体レベルでも積極的な役割を果たすよう求めたということです。追悼式の開催は今年7月に日韓の政府間で合意されていて、外務省はこの秋にも実施する方向で調整しているということです。友好の架け橋へ。鼓童と韓国の演奏家が披露したのは、この日のために作った特別なプログラム。両者の伝統的な打楽器が会場に響き渡ります。国と国のレベルではですね、確かに難しい問題がありますけれども、民間のレベルでは、新潟県と韓国との交流をしっかり続けていきたいと。文化を通じてつながった新潟と韓国、未来を見据えた交流をこれからも。